型のスキサイン、重線。A 型のスキサインは計画性やルーティンを重視する傾向があるため、相手の予定やスケジュールに合わせて行動してくれることを好みます。自分のスケジュールを優先しすぎると相手から格下扱いされてしまう可能性があるので、相手のスケジュールに合わせるようにしましょう。 A 型はマイペースな性格が多いため、なかなかデートの打診をしないことがあります。相手からすると思い切りがないと感じることがあります。デートの提案は積極的に行い、自分の意思を示すことが大切です。 A 型は細かいことにこだわる傾向があります。デートプランや服装など細部に気を使って相手を喜ばせることが重要です。計画的にデートを進めることで相手の好意を引き出すことができます。 A 型は物事を順序立てて進めることを好む傾向があります。デートの進展も順を追って進めることが重要です。急ぎすぎず相手のペースに合わせて進めるようにしましょう。 A 型は真面目で責任感が強いタイプが多いです。相手に対して真剣な態度を持ち、信頼感を築くことが重要です。軽い態度を取らず真面目に向き合う姿勢を持ちましょう。A 型は周囲に気を使う傾向があります。デートの際には相手の気持ちや意見に寄り添い共感することが大切です。相手が話したいことに耳を傾け、相手に対して興味を持つ姿勢を示しましょう。A 型は細かいことに敏感なため、デート中のマナーや言葉遣いにも注意が必要です。相手に対して丁寧な態度を持ち、マナーを守ることで好感度を上げることができる。 A 型は自己管理能力が高い傾向があります。自分自身を磨き、魅力的な人間になることが大切です。外見だけでなく内面の成長も意識しましょう。 A 型は細かいことにこだわる傾向があるため、プレゼントも慎重に選ぶ必要があります。相手の好みや趣味を考慮し、相手が喜ぶプレゼントを選びましょう。 A 型は計画性があるため、デートの予定をしっかり立てることが重要です。相手に対して予定を伝え、相手のスケジュールに合わせて調整することで